キリスト教概論2 Lecture 6 The Story of Jesus Jesus Film は1979年に撮影された古い映画です。しかしイエス・キリストについての映画の中では最も聖書に忠実です。ドキュメンタリーとして作られているので、新約聖書が伝えているイエス・キリストを理解し、イエスが生きてた時代を理解するためには役に立ちます。映画の台本は基本的に聖書を引用してますので、ところどころで不自然に聞こえるかもしれません。この講義、この映画を通して視覚的に理解することができるようになってほしいと思います。で、特にこの4点注意してください。1番、イエスの生涯。ルカによる福音書の記録をビジュアルで伝えている映画です。映画を通してイエスの生涯を理解しましょう。2番、当時の文化、社会的状況。この映画を批評的に学問的な観点から見ましょう。イエスが生きてた時代とその文化をも理解してほしいです。ローマ帝国によって支配されている地域でしたので、途上人物が現地の人なのか支配者なのかを見分ける必要があります。また格差社会でしたので、途上人物が支配階級なのか貧しい人たちなのかを考えましょう。3番、イエスの教え。イエスは誰を対象として教えたのか、何を教えたのか、どのように、また誰によってそれが受け入れられたのかなどについて考えましょう。そして4番、当時の人たちの理解。これから8番目と7番目の講義では、歴史的研究と批評的な観点からその内容について、イエスの生涯の内容について、また教えについて考えます。とりあえずこの映画を通して、ルカや当時の人たちが、このようにイエスを理解したっていうふうに受け止めた方が良いです。当然のことではありますが、この映画には歴史的に正しくないこともあります。例えば、人種が問題です。中心的な俳優の人種がほとんど間違ってます。1世紀のユダヤ人の人種はセム民族です。ですので、まあ、現代の あのアラブ人には近いです。映画では、群衆役などのエキストラが合っていることが多いです。で、次は言語ですね。まあ、これは当然日本語とか英語、にできている映画ではあるんですけれども、イエスとその弟子たちは主にアラム語で話してました。アラム語ですね。それは当時のユダヤ人の日常生活で使われている言語でした。しかしイエスはヘブライ語とギリシャ語も少しできてたでしょう。聖書をヘブライ語で朗読した場面がありました。そしてローマ人やギリシャ人などと話した時にはギリシャ語を使ったと理解されています。ここまでにこの授業ではイエスの生涯について、いくつか具体的なことはもう触れてます。ですので、こちらの問いを各自で確認してください。まあ、この中2つだけをちょっと手伝います。イエス・キリストという名称は、これキリスト教が使われる名称で、イエスはキリストであるってことを意味します。そして、イエスはナザレ出身の人物ですので、歴史的人物としてナザレのイエスというふうに言われています。他のに関しては各自で確認してください。イエスの生涯はどこで行われたかということも思い出して確認してください。そしてイエスが活躍した地域の、地理も確認しましょう。生まれたベツレヘム、育てられたナズレ、そして、
ガレレア湖とかヨルダン川、死海などを理解する必要があります。親愛なるテオピロ殿、私たちの間で起こった出来事についてお伝えします。すでにお聞きになっていることが確かであることを十分知っていただきたいのです。シーザー・アウグストがローマ皇帝で、ヘロデ大王がユダヤの王であった時、神はナザレの町の一人の処女のところに天使ガブリエルを遣わした。その処女の名はマリアであった。怖がらなくてもいい。あなたは神の恵みを受けたのです。あなたは子を宿し、男の子を産みます。その子をイエスと名付けなさい。まさかそんな、私は処女です。聖霊があなたに臨み、意図高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と呼ばれるでしょう。マリアはユダの町に親戚のエリサベツを訪ねた。彼女もまた子を宿していた。エリサベツ、マリア、あなたね、マリア、あなたは最も祝福されてるわ。そしてもちろん生まれてくる子もね。あなたのその声を聞くや否や、私のお腹の子が喜び踊ったの。私の魂は死をあがめます。そして私の霊は救い主なる神をたたえます。後の人々は私を幸せ者と言うでしょう。ナザレの者たちに告ぐ大事な知らせなので、皆心して聞くように。皇帝アウグストの勅令により、ローマ領内の住民登録を行うこととなった。したがって全ての者はこれより直ちに自分の故郷の町に帰り、住民登録をせよ。マリアも婚約者ヨセフと共に登録のためユダヤのベツレヘムに向かった。だがベツレヘムに彼らの宿はなく、二人は家畜小屋に泊まるしかなかった。さて、この土地で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの番をしていた。すると主の使いが現れ、神の栄光が辺りを巡り照らした。今日ダビデの町であなた方の救い主が生まれました。この方こそ主キリストです。羊飼いたちは貝場桶に寝ている生まれたばかりの子供を見つけた。そして彼らが救い主誕生の良き知らせを伝えた最初の者たちとなった。皇帝テベリオの治世第15年目、ポンテオピラトがユダヤの総督で、ヘロデがガリラヤの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった時、神の言葉が荒野でヨハネに下った。ヨハネはヨルダン川のほとりで罪が許されるための悔い改めの洗礼を説いた。罪を悔い改めて洗礼を受けなさい。神は罪を許してくださるだろう。決して嘘ではない。預言者イザヤの書にもこう書いてある。荒野で叫ぶ者の声がする。さあ道を整えよ。もしやあなたはキリスト？私は水で洗礼を授けている。しかしやがて私よりはるかに偉大な方が来るんだ。
私にはその方の靴の紐を解く値打ちもない。その方は精霊と人でお前たちに洗礼を授ける。シャベルで麦を振り分けるように本物だけを集め、偽物は消えない火で焼き尽くすだろう。その時、神の霊が鳩のようにイエスの上に下った。そして天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。それからイエスは故郷のナザレに帰った。元気かい？はい。そしてイエスは安息日にいつものように街道に入った。するとイザヤ書を朗読するよう指名された。主の御霊が私の上にある。福音を告げるために私は使わされた。囚われている人を解放し、盲人の目を開くために、虐げられた者を自由にし、そして主の恵みの年を皆に告げ知らせるために。実に素晴らしい朗読だ。あなたたちが聞いた言葉は今成就しました。成就しただと？メシアでなければそんなこと、それがなぜわかる？きっとあなたたちはこう言いたいんだろう。医者よ、自分を治せと。そしてさらにカペナウムで行われたことをここでもしてくれと言うんだろう。だが言っておく、預言者は故郷では歓迎されないものなんだ。これらの言葉をもってイエスは自分がメシアであることを告げたが、このユダヤ人たちはイエスを受け入れなかった。それどころか彼らはイエスを崖から突き落とそうとした。しかしイエスは群衆の真ん中を歩み去った。二人の男が神殿に祈りに行った。パリサイ派の人間と借金取りだ。パリサイ派の人は立ち上がってこう祈った。神よ、私は他の人のように不正なもの、女遊びするものでなく、特にあの借金取りのようでないことを感謝します。週に二度断食し、収入の1割を捧げています。ところが借金取りの方は離れて立ち、顔を上げようともせず、胸を叩いてこう言った。神よ、罪深い者に憐れみよ。
よく聞け。この借金取りの方がパリサイ人よりも神の前に正しいとされて帰った。なぜなら自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからだ。さあ船を沖に漕ぎ出してくれ。そして網を下ろして漁をするんだ。ああねえ先生、一晩中ずっと働いたんです。それでゼロですよ。でもそうおっしゃるならいいでしょう、やってみますよ。ヤコブ、ヨハネ、それヤコブ、ヨハネ、こっちに来て手を貸してくれ。急げ。こいつはすげえや。手がいっぱいで救いきれねえや。もう少し網を引いて。そうだ、それでいい。よし、急いで。もう十分じゃないのか。私から離れてください。罪深い男です。これからお前は人を取る漁師になるんだ。貧しい者は幸せだ。神の国に近いから。飢える者は幸せだ。やがて満たされる。泣いてる者も幸せだ。今に笑うから。人の子のために皆があなた方を憎み拒否し悪者扱いするとき、それは幸せだ。その時は喜び踊りなさい。天国で受ける報いが大きいから。彼らの先祖も預言者たちに同じことをしたんだ。20、これで全部です。これで全部とはどういうことだ。今度いるお前は哀れな男だ。報いをすでに受け取っている。あいつは金持ちじゃなくて感触持ちだ。今笑っているものは哀れだ。やがて嘆くようになるから。人に褒められるとき、それは哀れだ。彼らの先祖は偽預言者もそのように扱ったんだ。でも今聞いてる人に言う。敵を愛しなさい。あなたを憎む者には善を行いなさい。侮辱する者のために祈り、誰かがあなたの方を殴るなら反対の方も向けなさい。あなたの上着を奪う者には下着もあげなさい。すべて求める者には与え、奪い取る者からは取り戻しちゃいけません。自分がしてほしいと望むことを人にも知らせ、自分を愛する者だけを愛したからとて何が素晴らしいだろう。
罪人でさえ同じことしている。いいことをしてくれる人にいいことをしたからって何が優れているだろう。罪人もそれぐらいできる。あんな女に手を触れるとは。汚らわしい。違う。敵を愛しよくしてやるんだ。返済を期待せずに貸すんだ。そうすれば報いは大きく、糸高き方の子になれるだろう。神は恩知らずの悪者にさえ優しい。憐れみ深くあれ、天の父がそうであるように。我らを救いたまえ。裁くな、そうすれば裁かれない。罪に定めるな、そうすれば罪に定められない。許すんだ、そうすれば許される。主よ、どうか導いてください。与えよ、そうすれば与えられる。あなたのその計りで計り返されるから。盲人には盲人を導けない。二人とも穴に落っこちてしまうだろう。なぜ人の目の中の塵が見えながら自分の目の中の丸太が見えないんだ。我々を導いてください。主よ、あなたが必要です。あなたを産んだ母はなんと幸せでしょう。幸せなのは神の言葉を聞き行う人です。このパリサイ派の人はイエスを食事に招いた。イエスは彼の家に入り食卓に着いた。さあお前たちもう寝なさい。聞こえたろ、行くんだ。全く聞き分けのない子供たちで。なぜあんな女がここに。わからんね。あの女何をしてるんだ。もし彼が預言者なら自分に触れているのがどんな女か分かったはず。どんなに罪深く汚れた女か。この女のことなら知っています。言いたいことがある。金貸しから二人が金を借りた。一人は500万、もう一人は50万。二人とも返せず金貸しは全部帳消しにしてやった。どっちがより彼を愛する。それは多く許された方だと思います。その通り。この女を見なさい。私がこの家に来てもあなたは足を洗う水さえ出してくれなかった。でも彼女は涙で足を洗い髪で拭いてくれたんです。あなたから挨拶のキスは彼女は何度も足に口づけしてくれた。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかった。でも彼女は香油を塗ってくれたんです。わかりますか。彼女の大きな愛は多く許されたことを示しています。少し許されたものは少ししか愛しません。あなたの罪は許された。信仰が救ったのだ。生きなさい。ある日のこと、イエスは弟子たちと共に船に乗り、さあ向こう岸へ渡ろうと言った。
ところが途中イエスは眠りに落ちた。信仰はどうした？それからイエスは弟子たちを連れてベッサイダという町へと密かに向かった。しかし多くの群衆がそれを知ってついてきた。日が暮れ始めた頃、ペテロが言った。主よ、みんなを解散させましょう。近くの村へ行ってそれぞれ宿を取るように言ってください。そしてそこで何か食べるように。こんな寂しいところですから。お前たちで食べ物をやりなさい。これしかないんです。パンが5つと魚が2匹。我らの神に栄光あれ。天地の作り主に、大地よりパンを与えてくれる神に。奇跡だわ。信じられない。群衆は何と？ある者はあなたを洗礼者ヨハネと言い、またある者はエリアだと。昔の預言者の一人が生き返ってきたのだと、そういう者もいます。ではお前は誰だと思う？あなたは神のキリストです。これは誰にも言うな。人の子は苦しみを受け捨てられ、
そして殺される。だが三日目によみがえるんだ。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。叩きなさい。そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩く者には扉は開かれるんだ。何を食べようかと思い煩うな。何を着ようかとも思い煩うな。命は食べ物に勝り、体は服より優れている。カラスを見なさい。まくことも刈ることもしないし、納屋も倉庫もない。でも神は養ってくれる。あなた方は鳥よりはるかに優れているじゃないか。思い煩うことによって一日でも寿命を延ばせるか。それすらできないのになぜ他のことまで思い煩うんだ。この百合の花はどうして育つ。紡ぎもせず織もしない。でも繁栄を極めたソロモンでさえこれほど着飾ってはいなかった。もし神がすぐにでも枯れてしまう草さえ飾ってくれるとしたら、あなた方にどれほどよくしてくれるだろう。信仰薄い人たちよ、信仰を増してください。もしあなたたちにからし種ほどの信仰があったら、この桑の木に抜け出して海の中に植われ、とそういえばその通りになるだろう。なぜお前は借金取りやこんな薄汚い奴らと飲み食いするんだ。健康な人に医者はいらないが、病人は違う。私は正しい人を招くために来たんじゃない。むしろその逆なんだ。もっと神の話をしてよ。もう終わりなの？小さな群れを恐れるな。神は喜んで力を表してくれる。持ち物すべてを売って施しなさい。腐ることのない財布を作り、宝を天に積みなさい。そこでは錆もつかず、泥棒も近づけない。虫に食われることもない。あなたの心のあるところに宝もあるんだ。女よ、病気は癒されました。反則に血はダメだ。偽善者たちめ、安息日だからといって自分の牛やロバに水を飲ませに行かないとでも言うのか。今ここに18年もサタンに縛られていたアブラハムの子孫がいたんだ。安息日に解放されるのが悪なのか。何をすれば。聖書はどう言ってる。どう解釈してるんだ。主である神を愛せ、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、同じく隣人も愛せ。そう、それを実行しなさい。隣人って誰？ローマ兵じゃない。じゃあ皇帝は？ある人がエルサレムからエリコへ下るとき、強盗に襲われた。着物を剥ぎ取られ、半殺しにされた。たまたま一人の祭司が通りかかったが、
彼を見てもそのまま通り過ぎてしまった。同じ日レビ人が通りかかったが、男を見てもやはり通り過ぎてしまった。しかし軽蔑されてるサマリア人がそこに来合わせ、その人を見てとてもかわいそうに思った。彼は傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、男を家畜に乗せて宿に連れて行き看病してやった。翌日彼は宿の主人に金を渡して男の看病を頼んだ。そして戻ったら不足分を支払いますと言った。さてこの3人の中で誰がこの男の隣人になっただろう。優しくしてあげた人。君もそうしてあげるんだよ。分かった。エルサレムへと向かうイエスを目当てに多くの群衆がやってきた。人々はイエスに救いの道や神の国についての教えを求めてやまなかった。この人は本物の預言者だ。主よ、どうか救ってください。私たちに救いを。主に栄光あれ。正しい道をお示しください。人々はイエスを主として受け入れ始めていた。エリコの町にザーカイという税金取りがいた。彼は群衆のためにイエスが見えなかったので木に登ることにした。あれは税の取り立て人じゃないか。降りてこいザーカイ、今日はお前の家に泊まるから。俺の家？なんであんな奴の家に。ザーカイはイエスと知り合いなの？俺は財産の半分を貧しい人に施すぞ。それと騙して奪ったものは4倍にして返すことに決めた。信じられない。あの男が金を配っている。ありえないことだ。今日救いがこのうちに来た。この男だってアブラハムの子孫なんだからな。人の子は失われたものを救うために来た。これよりエルサレムに向かう。預言者たちが記したことを成就するために、人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられ、鞭打たれ殺される。だが三日目にはよみがえる。こうしてイエスは人類の罪のために殺されることを知っていながらエルサレムに登っていった。群衆はイエスを喜び迎え、彼らの王として賛美した。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスを非難した。先生、お弟子たちを叱ってください。彼らを黙らせることはできるが、もしそうなれば石が叫び出すだろう。意図高き方に栄光。
エルサレムの神殿は神聖な礼拝の場所ではなく商売の中心地と化していた。私は言う、私の家は祈りの家だと。それを強盗の巣にしてるのか。あいつ何をするんだ。やめろやめろ。民衆がイエスを主として崇めていたため、政治家や宗教指導者たちの間には反発が強まった。偽善的立法学者やパリサイ派の人々はイエスを殺そうと団結し始めたが、イエスを信じる者が急増したため手を下せない状態だった。ある日イエスは貧しい未亡人が献金しているのを見た。あれぽっち、もっと出せないのか。ちょっと待て、この人は誰よりも多く捧げたんだ。金持ちは有り余る中からほんの少しを捧げただけだが、でも彼女は生活費のすべてを惜しみなく投げ込んだ。おい、お前は一体何の権威があってそんなことを言うんだ。私も一言尋ねるが、ヨハネの洗礼は天から来たのか、それとも人からか。何と言いましょう。神からだと言えば、じゃあなぜ信じなかったと。イエスは言うぞ。しかしもし人からだと言ったら群衆が黙っちゃいない。ヨハネを預言者だと信じてるからな。私たちには分からんね。じゃあ私も何の権威によってこうしているのか答えない。先生、あなたのお言葉は正しいと思います。あなたは人の顔色を少しも気にすることなく、ただ真理に基づき神の教えを説いています。では我々がローマに税金を納めることは立法にかなったことでしょうか。主よ、罠ですよ。銀貨を見せなさい。誰の肖像が刻まれていますか。シーザーです。ではシーザーのものはシーザーに返しなさい。神のものは神に返しなさい。どうだ、返す言葉があるか。さて、杉越といわれる種なしパンの祝いが近づいていた。イエスは杉越の食事の準備のためペテロとヨハネを先に遣わした。苦しみを受ける前のこの食事を私は待ち望んでいた。なぜなら杉越が神の国で成就するまで二度とこの食事をすることはないからだ。
栄光あれ主なる神に、天地の作り主に、葡萄に実りをもたらす方に。これを取って分けなさい。神の国が来る時まで私はもうブドウの実で作ったものを飲まない。我らの神に栄光あれ、天地の作り主に、地よりパンをもたらす方に。これはお前たちに与えられる私の体だ。私を覚えてこれを行いなさい。この杯は私の血による新しい契約だ。しかし私を裏切る者の手がこの食卓にある。人の子は定められた通りに死んでいくが、人の子を裏切るような者は呪われるだろう。そんなことありえない。まさか。主よ、それは誰ですか。その頃議会はいかにしてイエスを葬り去ろうかと話し合っていた。その時サタンが十二弟子の一人イスカリオテのユダの心に入った。イエスは祈りのためエルサレムからオリーブ山へ向かった。誘惑に陥らぬよう祈りなさい。イスカリオテのユダはわずか銀貨30枚でイエスを売った。イエスは人類の罪のために死ぬ時が間近に迫ったことを知り、こう祈った。もしできるならば私からこの杯を取り除いてください。でも父よ、あなたの思いがなるように。なぜ眠っている？起きなさい。誘惑に陥らぬよう祈るんだ。剣は棒を持ってきたのか。
私が毎日神殿にいた時は手出しもしなかったじゃないか。でも今はお前たちの時だ。闇が支配する時なのだ。捕まえろ。誰だと思う？次は誰だか予言してみろ。やめろ。それでやめておけ。議会に連れ出せ。立て。宗教指導者や有力者たちはイエスを尋問するために集まった。答えろ。お前がキリストなのか？私が言ってもあなたたちは信じないし、私が尋ねてもあなたたちは答えないだろう。だが今からのち人の子は全能の神の右に座ることになる。ではお前は神の子なのか？その通りだ。何の権威であんなことを言ってる？有罪だ。我々自身が彼の口から聞いたのだ。ピラトのところへ連れて行け。俺も一緒に。よし。彼らはイエスをピラトのもとへ連行した。ピラトは残忍なローマ総督で、多くの人を十字架刑送りにしていた。朝っぱらから呼び出すとは何の用だ。人民を惑わした男を連れてきました。神殿の市場で暴れたものです。こいつを裁いてください。今すぐ。裁くべき正当な理由が見当たらないが。奴は有罪です。皇帝に税を納めることを禁じました。その上自分が王だと言っています。王だと？お前はユダヤ人の王なのか？あなたの言う通り。ガリラヤからここまで民衆を先導してきました。ガリラヤだと？ではその男はガリラヤ人か？それならそやつはヘロデの支配下にあるわけだ。ヘロデはまだこのエルサレムにいるはず。彼のもとに送れ。何者と名乗っておるだと？弟子たちと呼んでいる者はどこにおる？お前は奇跡とやらを行えるそうだな。一つやってみてくれ。閣下、こやつは民衆を惑わした上、自ら王と呼んでいます。この男が王だと？国王陛下か。いたぶってやれ。ピラトに送り返せ。ここは彼の領土だ。
この男は死刑に値することは何にもしてない。よって懲らしめた上で釈放する。あなたは祭りの時には囚人の一人を釈放しなければならないはずです。釈放するならばバラバを。そうだ、この男ではなくバラバを釈放しろ。そいつを十字架にかけろ。そうよ、十字架にかけなさい。おい、お前鞭打て。その男は十字架にかけろ。彼はイエスだぞ。群衆はあくまでイエスを十字架につけるよう大声で要求し続けた。そこでピラトはイエスに死刑を宣告した。そして暴動と人殺しの角で投獄されていたバラバを釈放した。彼らに許しを。何をしてるかわからないんです。他人は救えても自分は救えないのか。そうだ、自分を救え、メシアなんだろう。だったら十字架から降りてみろ。お前の奇跡とやらを見せろよ。Thank you.
もしキリストなら自分も俺も助けられるだろう。神を恐れないのか。俺たちは自分のしたことの報いを受けてる。だがこの方は悪いことをしていない。イエスよ、あなたが王になられるとき、俺を思い出して。約束しよう。今日お前はパラダイスにいる。時刻は昼の12時頃だったが、暗闇が全地を覆い3時間ほど続いた。我が霊を御手に委ねます。ローマの百人隊長の一人は全てのことを目撃し、神を称えていった。神に栄光あれ。真実この人は正しい方であった。議員の一人でアリマタヤのヨセフという人は今回のことには賛成していなかった。彼はピラトのもとに行き、安息日の始まる前にイエスの死体を葬ることを願い出た。お願いです。このまま主のおそばにいたいのです。お気持ちはわかりますが、でも間もなく安息日が始まります。日曜日の朝早く、女たちは用意しておいた香料を携え墓に向かった。行ってみると石が墓から転がしてあった。彼らが墓に入った時、イエスの体はそこにはなかった。
なぜ生きている方を死人の中で探すのですか。彼はいません。蘇ったのです。ガリラヤでお話になったことを思い出すがいい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ三日目によみがえると。イエスは二人の弟子の前に現れた。二人は興奮して仲間のところへ戻った。主は本当によみがえった。シモンに現れたんだ。初めは気づかなかったんだ。会った時はでもパンを裂いた時分かった。エマオ？でもなぜエマオで？部屋があるよ。何を怖がっている？どうして心に疑いを起こすんだ？見なさい、この手と足を。まさしく私なのだ。触ってみなさい。霊なら肉や骨はないが私にはある。私が以前お前たちに話したことが今起こってるんだ。モーセの律法と預言書に書かれていることは必ず全て成就すると言ったはずだ。そこにはこうある。キリストは苦しみを受け三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しのための悔い改めがエルサレムに始まり、全ての国の人々に述べ伝えられる。お前たちはその証人だ。私は父が約束してくれたものを贈ろう。でもお前たちは天から力を受けるまでは都にとどまっていなさい。